裏がシールになっているタックカラーを使ってカラフルなウサギの年賀版画を作りましょう。はじめに作業が途中になった時、材料を入れておく袋を用意します。ビニール袋などでも良いのですが、いらない A4 の紙を半分に折り、下を少し折り曲げてセロテープで留めたものを作りました。テープを貼った方に名前を書き、集めるときは名前が見えるようにすると向きが揃います。今回は厚紙の台紙ではなく、はがきサイズの大きさを印刷した紙を使いました。アーテックのタックカラー紙版画は業者さんにお願いして1人2分の1セットに切ってもらい、白は裏がシールになっている A4 用紙を4つに切ったものを用意しました。背景にする色を黒と白以外の中から選びます。裏がシールになっていますが、慣れていないとシワになりやすいので、最初の1枚だけ糊で貼ります。水に濡れると色が取れてしまうので、スティック糊を使うと良いでしょう。両端が開いてしまうので、細長く切ったタックカラーを貼ります。シールを半分だけ剥がして、枠の中にぴったり入るように位置を合わせます。シールの部分を貼ったら、シワにならないように気をつけながら残りの裏紙を剥がします。裏に剥がす切り目がない場合は、裏紙の端にセロテープを貼って途中まで剥がし、テープと一緒に裏紙を切り取ります。色がついている方の紙を間違えて切らないようにしましょう。あとは先ほどと同じように枠の中にぴったり入るように貼ります。次に2023の文字を作りましょう。タックカラーを裏返して、上から指 2,3 本くらいのところに線を引きます。その真ん中に縦線を引きます。左右にできた四角の真ん中にも縦線を引くと、マスが4つできます。そのマスの中にできるだけ大きく2023と書きましょう。横線で切り取ったら、枠にくっつくくらい文字を太くします。4つに切り分けてから、周りの線に沿って切っていきます。ハサミの奥の方を使い、ハサミはまっすぐにしたまま紙の方を動かして切っていきましょう。ゼロの中は半分に折って切ります。切りにくいですね。こんな時は反対から切りましょう。開くとゼロになっています。これを2023の順に並べ、裏からセロテープを貼ります。裏返すと文字が反対になっていれば成功です。顔にするタックカラーは文字の大きさの分だけ切り取って使います。裏返して真ん中あたりに線を引きます。ウサギは耳が長いので、下半分に顔を、上半分に耳を描きます。耳がちょっと小さくなってしまいました。消しゴムは使わずに、一番上に届くくらい大きく描きましょう。最後はどの線を切るか、名前ペンでなぞるとよくわかります。文字の時と同じように、ハサミはまっすぐ持って、紙を動かしながら切ります。切り取った外側のタックカラーもまだ使えるので、初めに作った袋の中に入れておきましょう。文字と顔を台紙に貼ります。どちらを上にするか決まったら、顔から貼っていきます。裏紙に切り目がある場合は半分だけ剥がします。位置が決まってからずれないように気をつけて、残りの紙を剥がします。裏紙に切り目がない場合は、ウサギの顎に当たる部分の裏紙にセロテープを貼り、少しめくって切り取ります。位置を決めてから残りの裏紙を剥がしましょう。
文字を貼るときはセロテープから色がついた紙だけを剥がしてください。テープに貼っている文字をすぐ上に置いて同じように貼っていきます。左右が逆になるので必ずセロテープと同じ順番や向きになっているか確かめましょう。パーツを作っていきましょう。パーツの形もタックカラーの裏から描きます。離れているパーツも紙の端の方に寄せて描くと無駄なく使えます。セロテープに貼ってから剥がし、位置を確かめてから貼りましょう。黒で目と鼻を作ります。これも端から描いてください。小さいと切りにくいので自分が思うよりも大きく描きます。切り取ったらなくさないようにテープに貼っておきましょう。目と鼻が貼れたら鼻の下の縦線を貼ってみます。タックカラーの端を長めに細く切り、剥がして途中まで貼り付けてから長すぎる部分を切り取ります。帽子やネックウォーマー、手袋などの小物も作りましょう。白い線や点は白いクレヨンを使って描きます。白以外は使えません。間違って使うといけないので他の色はしまっておきましょう。最後に目に光を入れるとぐっと締まって見えます。目が小さすぎるときは塗りつぶしてしまうので描くのはやめておきましょう。小さいパーツや細い線が作りにくいときには白いクレヨンで描いても構いません。周りに点々を描くと雪が降っているように見えます。最後は湿らせた紙に移します。紙には表と裏があるので先生に載せてもらいましょう。これをクリアファイルに挟んで床に置き、上靴を脱いでしっかり踏みます。先生に確かめてもらってからファイルから出して紙をめくり取ります。2023が正しい向きに出来上がりました。時間に余裕を持ってもう一枚作るといいですね。文字やうさぎの色と形、持ち物や周りの飾りなどを工夫して、自分だけの素敵な年賀版画を作ってください。